アナザーは、あやつじゆきとによる日本の小説作品。野生時代にて2006年8月号から2009年5月号まで、数回の救済を挟んで連載された。単行本は2009年10月29日、角川文庫版は上下に分冊で2011年11月25日、角川スニーカー文庫版は上下に分冊で2012年3月1日に発売されている。 続編として、アナザーエピソード S がある。単行本は2013年7月31日、軽装版は2014年12月22日、角川文庫版は2016年6月18日に発売されている。さらに、アナザーエピソード S の続編として、野生時代2014年11月号から2020年2月号まで、アナザー2001が連載された。 単行本は2020年9月30日に発売されている。ホラーミステリーサスペンスを融合させたような独特の雰囲気が特徴。あやつじが連載開始と重なってアリプロジェクトを好むようになったことから本作にはアリプロジェクトの世界観が投影されていると語っている。故に本作の映像化が決まった際には主題歌をアリプロジェクトが担当することが 唯一のリクエストとなった。2010年版のこのミステリーがすごい。国内編で第3位にランクインした。また、第10回本格ミステリー大賞の最終候補作にもなったが、一票差で受賞には至らなかった。本作を原作とした漫画家作品、アニメ家作品があり、実写映画化もされている。原作小説は累計65万部突破。 コミックスシリーズは本編4巻と OVA 付き外伝1巻を含め累計50万部を突破している。2013年7月31日に続編アナザーエピソード S が発売され、発売に際しアニメ版のキャストである高森夏美と安倍敦氏によるアナザーエピソード S の冒頭部分のラジオドラマが制作されている。また、同書の特別対談で、あやつじは 三部作構成であることを明言している。実現が危ぶまれつつも、続編のアナザー2001が完結し2020年に単行本化、7年ぶり新作となった。元よりこういう関係の狭いなるや転向してきた、ばかりの常数と違いそうは1年から夜、宮間北中に在籍しているため、他クラス所属の登場人物と交流する場面や、 いないもの対策も学校内のみであったことが判明。続編ゆえ読者は3組の置かれている状況を把握しているため現象の複雑化、桜木や久保寺のような衝撃度の高い死に方とは言えないものの、実際に起きた2001年の事件をモチーフとした場面や多くの人間を巻き込む大規模な惨劇が描かれるなど、騒動を最強の最悪と称されるものとしている。 回想も含め、前作キャラの多くが集結、スピンオフの主要な登場人物はほぼ全員、触れられている。ストーリー展開も三崎と赤沢のやりとりや桜木の、剣などを前作を彷彿とさせる場面を挿入している。坂木原が3組の状況を調べる段階が多くを、占めている前作と異なり、前半は対策を二段構えにした余裕を残しつつも、 最悪と言い切れない展開が多く起きている。本作は解決など様々な点において2段構えがキーワードとなる。前作で常和が2度入院、水野さないが勤務していた病院が終盤の大規模な事故の舞台となり重要な場所として描かれる。1998年春。父の不在や自身の病気療養のため、 母の実家に身を寄せ寄る宮間北中学校に転入してきた坂木原常和は何かに怯えているようなクラスの雰囲気に違和感を覚える。彼はクラスメートで不思議な存在感を放つ少女、三崎なるに惹かれる。だが、クラスメートの反応から彼女は常和には見えて他のクラスメートには見えていないのではないかと感じる。そんなある日、 あるクラスメートが生産なしを遂げ、3年3組が直面している現実を知らされるのであった。1998年、秋。坂木原常和は、クラスメートの三崎なるから、もう一人の坂木の話を聞かされる。最悪が続く頃、なるは手がかりを求めて、11年前の修学旅行のバス事故で生き残った生徒、坂木、秋なりを訪ねる。しかし、 彼はすでに死んでいて、隠された自らの死体を探し続けているという。やがて二人の死体探しは、榊の死の真相と幽霊の正体へとたどり着く。2001年、春。三年前、なると共に、湖畔の屋敷で奇妙な経験をした平塚僧は、平塚屋を離れなきジップの実家である赤沢家で、暮らしていたが、偶然か必然か三年前の命と同じく、 最悪の夜、宮山北中学校3年3組に、進級することになった。今年はある年なのか、最悪は始まってしまうのか。いないものな役目を引き受けた層は、最悪に関する知識を持つなるの協力を得ながら、中学生活最後の年を迎える。3年3組の生徒アニメオリジナル映画オリジナル3年3組の、教師その他映画版では、工房、M とだけ表記されている。 三年三組の生徒、教師九十八年度三組生徒、関係者、階層その他の生徒また、アニメ化記念に伴い、常数が転校する前のエピソードを描いた、アニメ DVD 同梱版コミックス霊館が、完全受注で発売が決定、名のこれまでの行き冊を描いた完全オリジナルのアニメ、DVD も同梱されている。清原博史により、 ヤングエース2010年5月号から2012年1月号まで連載された。全4巻。ヤングエース2012年2月号3月号に、霊子を主人公とした番外編、アナザー・レイが全公編で掲載された。この番外編を収録したアニメ DVD 付き、アナザー・コミックス大霊感が2012年5月に発売。レーベルは角川コミックスエース。なお、 原作の表紙やアニメのキャタクターデザインとは異なり、原作とも展開は一部異なる。2012年1月9日から同年3月26日まで、北日本放送、独立局8局と TVQ 九州放送にて放送された。また、BS11 でも同年4月から6月まで放送された。なお、本作では、作中の背景に、 昭川愛口ダムや都並平野の上花周辺に、酷似した風景、南都市の南都福の高校や、同高級校舎の国十分、岩木予覚、福野駅、小矢部市イするに昭校舎など、PA ワークスのある、富山県都並地域の風景、建造物が使われている。原作者の綾辻つじとは、老前名伝を見て、とても気に入り、そこから本作品についてのインスピレーションを得た。そして、 オープニング曲をアリプロジェクトに依頼するようアニメスタッフに希望を出している。3年3組のクラスメイトは原作からの主要人物以外にもアニメオリジナルのキャラクターを含む多数の人物が姿や声付きで登場している。常和やなるたちを含め男子14名、女子16名、計30名の全員に本名や住所の設定があり、公式サイトでは 座席表が掲載された。アニメ放送中に登場する生徒が劇中で、死亡すると座席表の生徒が黒く塗りつぶされる演出がなされた。登場人物やその生死、犠牲者の死因などが一部変更されている点は、漫画版同様だが、漫画版とは逆に、主要人物以外の生徒間の関係が描写されており、合宿での混乱もそれらの感情の発露の場として、 より詳細に描かれている。本作に登場する、三上玲子は、前編を通して用いられた除雪トリックにより、夜宮間北中学校の教師、三上と主人公、坂木原常和の母方のおば、玲子という個々の二人のキャラクターに見せかけられている。しかし、アニメ化されると、声優に関する情報から、三上と玲子が同一人物であることが露呈する恐れがあった。 そのため、呪述トリックやビジュアル面での差別化に加え、霊子役の声優、坂木原直子が所属する、プロダクションエースの協力を得て、架空の声優、宮、牧美佐代を用意し、あたかも二人の声優が、三上と霊子を演じているように見せることで、アニメ版においても、この演出を成立させた。なお、宮、牧美佐代の名前の由来は、 物語の発端となった本作のキャラクター、夜宮間美咲のアナグラムであり、さらに、プロダクションエースの公式サイト内の宮山秋の公式プロフィールページが最終話放送時には消えるという死者らしい演出がされている。レーレーザーザーインガは2012年5月24日発売のアニメ DVD 同梱版コミックス霊館に、 収録の藤岡美咲がメインのオリジナルエピソード。PD、DVD2012 年3月30日から順次発売されている。PD、DVD の各館3種リリース。角川書店より発売。限定版は味方せケースが同梱であり、ケースジャケットのイラストはスニーカー文庫版小説のイラストを手掛けた伊藤の意地、ディスクジャケットのイラストは限定版。 通常版ともにテレビアニメ版のキャラクターデザインを手掛けた石井由り子による描き下ろしイラストが使用される。各館限定版には全館購入特典の応募券、声優、スタッフのインタビューが掲載されたブックレットが封入。映像特典は限定版、通常版ともに収録。テレビ放送版では過激な死亡の描写がカットされる、暗くなるなどして隠されていたが、DVD、 BD では解禁されている。2013年3月29日に、角川書店より、全12話を収録した BD ボックスが発売された。コミックス限定版に収録された大令和も、収録され、初 BD 化となった。映像特典として、先行 BV1.2、ノンクレジット OP、ED、番宣スポット、DVD 告知 CM が、シリーズ BD から再録されるほか、 イベント、夜宮山北中学校卒業式のイベント映像が、BD ボックス独自の特典として収録された。封入特典として、特製ブックレットのほか、伊藤の維持描き下ろしの味方瀬ケースと、石由里子描き下ろしのデジパックや三崎る三連ポストカードが収録された。CD 書籍実写劇場映画が、角川映画制作で2012年8月4日、公開。 主演は山崎賢人と橋本愛 PG12 作品全国230スクリーンで公開され2012年8月45日の初日2日間で公衆8 0 5 1零0 0 1 0円動員61471人になり映画観客動員ランキングで初登場第9位となった当初は茨城県で撮影する予定であったが 東日本大震災の影響で、三重県の伊賀地方に変更された。撮影は、ロケーションナビゲーター伊賀の協力を得て2011年4月16日から5月12日の間に行われた。原作と比べ、登場人物やその生死、犠牲者の死因などが変更されている。また、原作における重要な設定のうち、三上玲子についての叙実トリックビジュアル面での差別化、 や、足りなくなる机などいくつかが省略されている。特に、三上玲子については、登場時に玲子自身から榊原常和のクラスの副担任であることが語られる。アナザーアナザーに関するカテゴリ。ありがとうございます。